多いね。マジ多い。こんばんは。マジ。状態異常。どない、どない。名前。今日は可愛い。ありがとう。こんばんは。やっほー。どないちゃん。ポニーテールはあんまりやんないかも。ピザめっちゃ美味しいよ。うん。こんばんは。こぼしてないか心配になった。そう、でも写真はね、あんまりあれだけど。うん。そうそう。いや、あ、そうだ、あれはまだ食べてないからね。そう、こぼしてないね。まだ。やっほー。さっき仕事からお疲れ様。今日の目の感じ好き。嘘。なんかさ、最近ね、なんかね、目がね、腫れる事件起きてる。なんか関係あんのかな。なんか泣いてないよ。めっちゃフレンチだ。え、そう、めっちゃ美味しかった。なんかね、とろけたよ、マジ、あのフレンチトースト。なんで腫れる、なんか腫れてるというか、なんかそのまぶたがなんか重いけど、なんか原因がね、わからない。友達にいくら見せたいし。え、嬉しい、まあちゃん。ありがとう。花粉なのかな？でもね、寝不足ではないと思うよ。なんだろうね。めっちゃね、気になる。そう。わからないね。ワンチャン寒暖差かな。ゾウマイちゃん、クマありがとう。I love you。 なんだろう、でもね、こう言われてみたらって感じ。なんかそのだんだん時間経ったら馴染む、なんかマシンに見える。明日18時台多いよね。多い。今はね、うん、マシかも。なんかもっと気になってたけど、マシになった。寝起きは大丈夫。今日は前髪薄めちゃんだよ。そう、前髪薄めかも。あ、ママちゃんって言ってたの、オンライン。オンラインだよ。オンライン。来年の2月。あ、お塩ちゃん、ありがとう。かわいい。ゆまゆまハート、ありがとう。そう。ちいちゃん。ね、わか、なんか疲れ目。え、そう、なんか、ね、なんだろうね。原因不明ね。そう。ひなすちゃん。ゆうた。でも、いや、見ちゃうんだよ。SNS はね、見ちゃうんだよ。うん。明日も絶対に見るし、終わったら、始まる前も見るけど、そう、見ちゃうんだよ。ありがとう、ライン。ありがとう。明日だよね。ほぼ、明日水曜日。そうそう。うん、山優だ、久しぶりだ。久しぶりだ。スタイル良すぎて。え、嬉しい、友達ちゃん。ありがとうね、友達ちゃん。今日インスタのカフェで友達と。マジ？なんかめっちゃ多くってさ、あのカフェ。前行こうとしたらなんか並んでてさ、断念してもう一回、行ってみた。そう。あ、愛媛のみなちゃんだ。オンラインありがとうね。明日楽しみにしてて。オンラインお話し会のね、あれも。テレ東さんのも。18時台だよ。そう。椎名ちゃん。そう。コアハートありがとう。寒いよね、わかる。
ゲーミングのナレーション猛鉄そうなの、そうなんですよ、猛鉄です、桃鉄です。パンプキンの時、めっちゃ多い、めっちゃ多い。オンライン5枚は話せるはず、5枚は話せる絶対。桃鉄といえばリサ、違うよ、桃鉄といえばリサなの。でも聞いてほしい、今回の桃鉄のナレーションは簡単だったよ、あんまりかん、あのなんか難しいのはなかった簡単でした。いやなんかいっちゃん最初、多分私初めてナレーションした時が多分桃鉄だったよね。なんかその時がもうめっちゃむずくって、なんか知らない地名があって、なんかもう分かんなかった。そう、テラサはね、テラサは言えるようになったけど早口で言えない。ついてる好き、美香子ちゃん地名難しいよ、なんかこんな地名あるって思っちゃうけど、あるよねうん、あるよね。桃鉄ワールド、桃鉄あんまり詳しくないんだよな。なんかあれな、なんだっけ、あのね、詳しくないけど、なんかあれだっけ、行ったら一個なんか住むみたいなみたいな感じ。まおちゃん話そう、まおちゃん、そういう感じだよね。なんか人生ゲーム的な、人生ゲーム、一番最初について物件、あ、物件、え、物件12月24日もあるので、あ、嬉しい、翔太、イブじゃん、イブすごそうね、一緒に。え、お店とか買うんだ、あら、そういうゲームかミッシュ、ヤッホー、ザモイちゃん、ハートありがとう、早く会おうね、マジで。私やったことあったっけ、あれやったっけ、え、やったことあったっけ、なんかナレーションあるんだけど、プレイはやったっけ、めっちゃ昔やと思う、多分やってたか。あ、イブ、ゆいた待ってるね、楽しみ。ないかもね、やったこと。ズッキーハートありがとう。そう、ゲームはあんまやんないけど、私あのロイヤルマッチロイヤルマッチ信者なんだけど、ロイヤルマッチをやるのがすごい好きで、この間のあの撮影の空き時間が結構あった時に、あのメンバーあのスイカゲームとかやってた時ね、にあの花ちゃんに、花ちゃんとリサと誰かはスイッチ持ってなくって、まあそこには持ってきてはなかったんだけど別にね、でもなんかそこでロイヤルマッチをリサはやってたの、スイカゲームしてるメンバーもいて、であの花ちゃんにロイヤルマッチをね布教したの、そしたらねやってた、花ちゃんも、そうそうやってて、それをやってたらあのいおりが前やってたって、あ、やってたんだと思って嬉しかった、なんか謎に嬉しかったよ。そう、あ、話そうね、ありがとう、もーちゃん、え、そうなの、ロイヤル仲間できたんですよ、嬉しい、めっちゃ、まさかねあれと思わなかったよ、やってたんだと思って、なんならリサよりも先によりやってたかも、なんならね。ゆまゆまくま、ありがとう、I love you。 そ
ロイヤル仲間嬉しいよ。フレンチトースターって、なんかさ、たまにめっちゃ食べたくなる時あるよね。花ちゃん飽きてないよ。こないだもやってたよ。嬉しい。嬉しいよ。携帯だよ。広告にね、影響される。そうなの。オンライン話し会まであと1ヶ月ぐらい。あともうちょっとな。でも1ヶ月経ったら12月なの、やばいよね普通に。こんばんは。あ、チャルモグじゃん。ロイヤルマッチ王子様系。え、そう、なんか王様系、なんかでも王を助けるっていう風になってるけど、あのね、実際にはなんか、なんだろう、なんか実際には違うんだよね。なんかそう、あのなんか、なんだっけ、あの王の夢みたいな、王の夢じゃない、なんだっけ、王の悪夢みたいなのがあってなんかその時に王様を助けるだけど、それ以外は特にあのない。悪夢ね、そう、あれが一番あれなんだよ。ロイヤルマッチランスしてる。そう、そうそうそうだよ。あれマジでね、楽しいよね。そう、普段はあんまない、現れないよ。すんだ1800ぐらい。うん、なんか遅い、なんか隅が遅いうん、そう。え、旦那さん来てくれるの、私のお話し会。え、嬉しい。テツピーの旦那さん待ってる。旦那さん、旦那さんっていうか、うん、最近やってる、ロイヤルマッチ、ロイヤルマッチ見た方がいいよ。謎に進める。そう、ロイヤルマッチ、お話しよう。ペニオもやってんの、ロイヤルマッチ。うん、雲飛びはあのね、ある、あのまだ消してない、すっごいたまにやる。うんうん、すっごいたまにね。明日 TVer で会うぞ、マジで嬉しいすっごい、すっごいたまにやる。うーん、なんか複雑なゲームがね苦手。なんかうーん、なんかちょっと難しい。基本ロイヤルマッチ、うん、やってる。そうなんだ、やってたんだね、いおりも。嬉しい、なんかロイヤルマッチ仲間、うん、いっぱい操作必要、難しいね。つむつむ待って、やってないかも。アプリはある、まだ。でもさ、つむつむやばい。久しぶりにやったらなんかあれかもね、なんかプレイいっぱいできるよみたいなやつになってんのかな。なんかロイヤルマッチはそういうのあって、なんか久しぶりに来たらなんかお帰りなさいみたいなあるんだよ、お帰りなさいみたいな。そう、でもさ、あれあんのかな、つむつむも。どうなんだろう。絶対見る、ありがとう。ケンタったな、こんばんは。あれのせいで夜寝れなくなる。え、わかる。無限にできるやつ、そう、できるやつ、そう、久しぶりだとめっちゃできる。なんかロイヤルマッチもなんか3時間ぐらいずっとできますみたいな、どうするみたいな。しかもそれ見たのがさ、なんか10時ぐらい、夜の10時ぐらいからそれが出ちゃって、今から3時間やりたいけどまだお風呂も入ってないよって時あるうん、そう。でもね、なんだかんだね、意地でもやる
そう、なんだかんだ意地でもやっちゃうの。そう、なんかそれを放置してお風呂に入れない、なんか絶対にやりたいっていう意志強め。うん、つむつむ、あ、つむつむじゃないと、あのロイヤルマッチね。そう、カニありがとね、これかわいい、すみくぐらしちゃん、もうやる、めっちゃお風呂入りたいのと、そう、めっちゃ長くなる、もうだって3時間とかね、もう冷静に考えてやばいもんね。ヤッホー、そう、うん、やっちゃうよね。コインは使わないよ。あ、でもね、あのね、でもあのあれだ、使わないけど、あとちょっとであのクリアできるみたいな時は使っちゃう。使っちゃうね。スイカゲームはやらないな、ここまで来たら。そうそうそう、あとなんかもうあと一歩みたいな、やっちゃうの。そう、残り1個で。そう、実家にはスイッチあるよ。そう、でもここにはねないからね。なんかスイッチね、多分リサマジで使わないんだよな、多分持ってても。そう、なんか今そのスイカゲームが流行ってるから、あのなんかなんだろう、あったらいいなーみたいなのはあるけど、そう、なんか携帯のはねなんか違うんでしょ、全然ね。うん、ロイヤルマッチ以外はね今はやってないかも。そう、ゲームあんまりねやんないな、なんかね飽きちゃう人、あのうん飽きちゃうけど、なんかロイヤルマッチはやっちゃう。そう、あーね、テレビ結構見る人だからさ、あとそうそうそうなの、ロイヤルマッチがスイッチ出たら、でも一緒だったら携帯でいいってなっちゃうかもしれない、同じ仕組みだったら。そうお話し会までロイヤルマッチ極めるの、マジ。チャリさんもやるわ、この後。本当に好き、さくらちゃんありがとう。携帯がそうなの、持ち運びがいいからさ、なんかそのスイッチもなんか買ったとってさ、多分あれなんだよな、家でしか多分やんないやんね。でもしかも家でやるってなったらさ、うーん、携帯やりそうだしね。重いか、確かに。最近ないよ、ハマって探したいけどね、新たなゲーム。うん、こなつちゃんありがとう。こなつちゃんスマホが楽だよマジで、楽しみにしててね明日ねえ。今日も可愛いね、だってカニありがとう。ロイヤルマッチを王様助けること、え、それな、ないよねマジで、助けることないんだよ、ないよ。スイッチ持ち歩くのきつそう、え、ね、なんか重そう、重いみたいなの見れてる。ももかずさんのハートありがとう。うん、ハートすぐ飽きてしまった。え、そうなんだよな、なんかね
なんかいざ買うとね飽きちゃうの。そう、こんばんは。新たな広告ゲーム、最近あんまゲームの広告見ないんだよな。うん、ストーリーあるゲーム出たい。あー確かに、確かにね。こんばんは、レグちゃんありがとう。久しぶりや。なんか沼初見です。あ、ビギナーさんだ。どうも初見さん。テトリスね、テトリスね。そういえばアイルゲーム、そう、私なんでロイヤルマッチやろうと思ったのか。なんかね、なんかね、発端は何だったんだろう。でもやっぱり広告かな。でも広告でなんか面白そうって思ったのからかな。もしかしたらそうかも。うん、マジで言ってる。インストールしたら、どうしよう。そうだったら私っていうかお母さん最近の、お母さん一緒だ私と。めでるゲームめでるゲーム、やばいな、怖い、マジで。そういうのはちょっと怯えるかも。キタさんハートありがとう。怖いな、そういうのは。ちょっと、うんうん、夜もやってたらしい、ロイヤルマッチ。ロイヤルマッチジェルの役、嘘、嬉しい。可愛いよねあれ、めっちゃ。この EJ のアプリゲームする気になるからやってみたい。初見です、かなちゃん。嬉しい、初見さんだ、ありがとう。初見さん、雄大ありがとう。授業中にやるプチモン、楽しそう。いいよね、なんか授業中なんかさ、マジ携帯そう持って行ったらさ、ダメだったからさ、何もできなかったんだよ。ロイヤルマッチ Google で調べて出てきた。ロイヤルマッチってさ、あれしかないよね多分。なんか似たのとかあんのかな。そのさ、あれあれよ、あれみたいな、お王様じゃない、スイカゲームみたいな感じのやつでさ、あんのかな、なんか似たやつみたいな、ないのかな、どうなんだろうね。タジありがとう。 DS でもありがとう。すごいね、絶対もうダメだよ、リサ怒られるよそんなことしたら、うん、怒られる。初めての話しか今度歩き始めまして、言ってほしい、初めましてって。でも初めまして感ないかも、もしかしたらショールームでめっちゃ見てるから。そう、可愛いよねお洋服、マジで可愛い。この間ねまたね買ったんだ、グレールで、めっちゃ安かった。なんかマジでなんか安い、なんか1800円とか、安くない、なんか大丈夫そうって。キャンディークラッシュとか似てる、似てるかも。うん、今日ロイヤルマッチやりだしたきステージはい、ステージ 4! すごい短いやん。明日はねまだ大、緊張、まあ、してるよそれは。そう、緊張はねするよ、なんでも。うん、まあ明日はね、コートやばい、コートやばいよっていうか、いやマジコートやばいかも、うん、結局コートない、いいの。うん、リサの配信見るために行くアプリ、
マジで？沼さん、ありがとね。見てくれるためにありがとう、入れてくれて、ショールーム。うん、何着よっか。はじめまして。え、うん、よろしく。ふにゃむちゃん、わかちゃん、ありがとう。え、え、すごい、なにこれ。なんか、なんかすごいよこれ。あれ、あれかな、なんだっけ、ヨシキ。すごい、これ2倍のやつじゃん。え、大集合スペシャルじゃん。ヨシキ、ヨシキ元気？友達みたい。なんかさ、あれさ、なんかみんなとなんか友達みたいなさノリでよく話しちゃうから、とんでもない、すごい、友達みたいに呼んじゃったよ。ヨシキ同級生かなみたいな。ヨシキ同級生かなって知らん、同級生かな。ヨシキいる？ヨシキウケるよね、友達かなみたいな。ヨシキー、ヨシキいる、ヨシキ何してたん？友達かよってね、地元のノリみたいな。元気だよ、だって頑張ってる最近。どう？久しぶりに会った友達みたいな本当そう、本当そうよ。うん、お話会も友達か、やばいよね。なんかリサってなんかそう、なんか友達みたいなねノリでね話しちゃう、いつもみんなに、みんなと話すときに。やばいよ。そう、そうなの、やばいよね。よしき、え、これ何タワーなの？よしき、なんかあった？大集合スペシャル好き？これやばい、どういうやつ？あ、待って、写真撮ればよかった。ちょっと待って、疲れてる？ま、星になってるよ。よしきー、よしきよしきー。一回さ、さっきのさ、あ、これをさ、写真撮りたい。そのままでいて。あ、危ない危ない、行くよ。はい、拡大拡大拡大。全然あれが合ってくれない。取れた。よし。うん。こんばんは。嬉しい。距離感だ。え、そうだよ。こんな感じだよ。マジで。そう。初めてのお話聞いて元気。いいよ、いいよ。レモンハートありがとう。え、今日誕生日？もっとほら、主張して。誕生日ですって。リサね、がね、あれにするね、なんだっけ、タメ口みたいな感じで。ハッピーマージャン、ヨシキ。あと、星になってたよ。あれ、何だったんだろう。疲れたってこと？ちょっと 疲れたってこと？おめでとうございます。ハッピーバージャン、ハッピーバー。おめでとう、おめでとうってみんな言ってるよ。すごい、ラストマンズの日なの？誕生日。すごいじゃん。おめでとうございます。おめでとう、おめでとうございます。ここが？なんかちょっと お疲れのご様子って感じ？毎日。頑張ってる？おめでとうございます。ハッピーバー。お、
いい肉の日？おー、いい肉の日か。すごい。お肉食べなきゃじゃん。お肉とケーキ食べなきゃ。こんばんは。え、そうなの？マジであったかいよね、みんな。みんなあったかいんだよ、このルーム。一緒にお祝いしてくれる。ね。みんなが一緒にお祝いしてくれます。野菜出す、野菜ですよ、めっちゃ。野菜ルーム。アンナの1日前が誕生日。近いの？めっちゃ近いね。隅っこ今から頑張る。でもリサちょっと難しいから、とりあえず目に入った子頑張る。なんか別のキャラクターになった。なんかこれは何のキャラクターかな。こんな、やばい、ペンがなんか様子が変。待って、ペンの、こんばんは。え、なんかね、つかない。今急にね、でもね、おかしいんだよね。急にね、突き出すんだよね。ある日突然ね、急につく時もあるからね、困っちゃうよ。乾燥注意報してんのかな。なんか振ったらね、出るとか言うよね。ほんとかな。全然つかんやん。え、困るんだけど、マジで。ちいかわじゃないよ、なんだっけ、すみっこ暮らし。待って、じゃピンクとオレンジはある。なんかここに黒パジャマじゃないよ。ティッシュにペン、そうでしょ、本当に言ってる。なんかマジ、さんつかないんだけど。もう最悪なんだけど、マジで。なんでつかないの。なんかね、違うんだよ。あるんだけど、多分そう、今がねない。なんかもうやばい、この絵やばすぎるんだけど、どうしよう。でもなんかね、頑張ってる今。マジでさ、やばいんだけどね、どうしよう、この絵やばい。もうなんか変なんだ、オリジナリティやばい。もういいかな、オリジナリティね。ウサギとか描いちゃっていいもん。今インク来てる。私いそうなウサギ描いてみようかな。やばい、待って、またおかしくなった。
いそうな感じね。急にインクが弱い。来た。ちょっといいかな。なんかちょっとどうしよっかな。王冠とかつけてみよっか。誕生日だし。はい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 、完成。じゃーん。私の居そうな隅っこ暮らし、いきます。はい、よしき、お誕生日おめでとう、ハッピーバースデー。うさぎ、あのね、この真ん中の子はオリジナルのやつを書いて、この車、ちょっと車編様子がおかしいんだけど、車、このウサギは自分が考えた。なんかいそうじゃない？なんかいそうだよね、このウサギ見て。めっちゃいそうじゃない？はい、馴染んでるよね。着ぐるみとくね、やばい。なんかさ、やばいよね。どういうやつ？よしき、おめでとう。本当に。あーね、モルカーみたいだね。なんかいそうじゃない？このウサギ。ちょっと。いや。やめてよ、本当に。これは。車。うさぎ、うさぎはね、いそうな感じで書いた。うん、おめでとう、よしき。おめでとう、一緒に素敵な一年にしようね。またおめでとう。いっぱい、なんかもう、なんだろう、今日も何してた、お仕事、アクスタ、車の子の顔じわるでしょ。そう、じわるよね、あっちゃん。じわるくない？なんか、なんとも思ってないような顔。なんとも思ってないような顔。うさぎかわいいよね、なんか意外といそう。うん。お仕事だったのね、お疲れよ、しき。なんか美味しいの食べた？食べなーね、絶対。うん。そう、ペンね、なんかうさぎ描いてたらね、治っていて、うさぎ描いたら治ってきて、しかもこの王冠、急にインク突き出した。王冠可愛くない？王冠。そう、ありがとう、よしき、いっぱい美味しいの食べてね。うん、いっぱい食べた方がいい。もう夜だね。キムチンハットありがとう。素敵な一年になりそう？よかった。よかったよ。来週の土曜日、大学入試会、頑張れ。やばいじゃん、もうちょっとだね。お話聞けなかったですけど、ありがとう。明日、寒いね、わかる。寒いの無理、リサもマジ無理。こんばんは、タカありがとう。この前一人で、すごっ、30皿すごいじゃん。そんなにすごいね、30皿やばい。寒いね、マジ寒い、マジ寒い。暖房デビューした？いや、なんかしようか悩んだ。
けどね、まだいける、まだいけますね。嬉しい、ありがとね、みなちゃん。急に寒かった、そうだよ、寒いから。わかる、足先やばいよね。もうなんか手とかも、あの末端冷え性。それな、風邪ひきたくないよね。私も嫌だから、とりあえずなんていうの、もうマジで絶対に風邪ひかないよっていう意思を持ってる、意思を持って。温かい飲み物を飲んで、わかる、温かい飲み物、スープとかね、いいよね。ヒートテックね、着てないんだよまだ。コートマフラーも、寒いよね、なんかもう。わかる、ストーブね。ワクチン打ってきた、楽しかった、絶対おかしいって。楽しいわけないじゃん、痛いって、痛い痛い痛い。明日の東京15度、最低気温と最高あんま変わんなくない？15度、今日って何度やって、 17？ 今日より寒いってこと？ヒートテックもコートもデビューしてた。でも街ね、街のね、皆さんなんかヒートテックは見えないけどさ、コート着てるみんな。とか聞かせてよろしく。最近寒くて朝布団から出られなくて困っちゃう。無理。こんばんは、ひろあき。たかはた、ありがとう。インフルめっちゃやってるらしいね。ね、それな、めっちゃね、テレビでさ、言ってるよね。なんか、あれらしいね。なんか、検査のさ、キットがさ、めっちゃ足りないみたいな、ニュースで言ってました。どっちも買えたね、やだ。裏起毛のパーカーという限界。うわ、やだ。リサも寒いもん、耐えれない。やだーやだー、寒すぎて毎日。わかる、マジで寒いよね。インフルやだ。朝起きたくない。わかる、なんか朝が嫌になってきた、最近。寒くなってきたっていう証拠が来てる。朝、無理、起きれない。レグルス、クマありがとう、 I love you。 無理、わかる、冷たいのやだ。これから寒くなる、本当無理。朝起きれない、マジで寒い。わかる、アイス、てかなんか美味しいアイスがさ、いっぱい増えてるよね。食べたいのがね、いっぱいです、本当。アイス、アイス食べたい、食べたいアイスがね、増えてるんだよ今。洗面所寒い、わかるわかるわかる。ピスタチオのパルムまだ出会ってないや。わかる、白い恋人のさ、雪見大福、あれ美味しそう、あれ美味しそうだし、そう、カントリーマムのあれも美味しそうだし、あれきなこ餅のアイス、チョコレートあるじゃん、きなこ餅のチロルチョコ、あれのねアイスがここ入り、美味しそう。あれちょっと気になる。なんかああいうのちっちゃいの5個入りとかやとさ、なんかなんて言うんだろう、ちょっと気にしててもなんか2粒ぐらいなみたいな感じあるよね。ちょっと罪悪感もないみたいなところある。でもなんかまあ大きいやつでも半分ならみたいなところある。ピノ、わかる、ピノの芋マジ美味しかった。芋ブリュレみたいなやつ。冬なんか食べたくなる、わかる。こないだ白の板チョコアイス買ってて、なんか夜に何時ぐらい、8時9時ぐらいにアイスが食べたいなって思って、その買ってた板チョコの白の
やつを食べたんだけど、半分でやめた。半分まで行って閉じて冷凍庫。そう、なんかそれ1個が300なん結構高かったからね、半分だったらいいかと思って半分割ってそれだけ食べて残りはしまって次の日食べた。うん、でもたまに行っちゃう時ある。あのもうこんなんだし、なんかもうこんなんだけだからいっかって思って食べる時もある。星のピノ出たことあるよ、でもしばらく出てないか。そう、でもね食べちゃうよね、絶対食べちゃうよね。カロリーなんかね見ちゃうんだよな。なんか別にカロリーはなんかそんなに変わんない、カロリーって感じだと思うんだけど気になるよね一旦ね。餃子ある、まだあれから餃子減ってないな、まだ。ちなみに言うとクーリッシュ低いよね。でもクーリッシュも買ったか、この間なんかカフェラテみたいな味、カフェ前の前食べた、あれ美味しかったかな。もう一回リピートです。アイスボックス低いよね、めっちゃもう少ないよねカロリー。餃子大丈夫だと一応冷凍してる。カフェラテ味かなあれ、美味しいよ。100何カロリーとかしかない、しかも生チョコ入りの。そう、え、買おうとしたんだよなそれ、絶対次買おう。冷凍庫入るよ、まだいける。そう、餃子ね、な餃子ね最近ちょっとお肉ブームが来てて、なんか餃子お肉が食べたいっていう今時期に来て、なんかそのお肉を焼くことが多いんですよ。あんまりそのだから餃子を焼くことがあんま合わなくて最近。はい、そうなの、お肉ブーム。こないだはなんか鍋を食べたいと思って鍋にしようって思ってたのに、なんかやっぱりお肉が食べたいってなって、鍋もやめてお肉にしたんだよね。次の新作のハーゲンダッツ、え、めっちゃ美味しそうだった。いちごだっけ、美味しそう。そう、たまに餃子の時もある、餃子食べたいと思った時もある。あー、ありがとうね赤ちゃん。すき焼き食べたい、わかる。すき焼きブームもねたまに来る。めっちゃすき焼き食べたいって時ある、もうめっちゃマジで食べたいって時ある。スタバマジ今の時期好き。スタバ今イチゴだっけ。スタバもねあんま飲んでないな最近。うん、お肉焼く、でもお肉焼くときねいつも怯えてるよ、飛ぶから。たくさん食べて、卵たくさん食べていい。ああとね最近はなんか卵かけご飯にもハマってて、なんかご飯あんま食べないんだけど、あんま食べないんだけどなんかたまに食べたくなるね。でなんかこの間は卵かけご飯食べたんだけど、なんかあのさ、あの料理のさリュウジさんだっけ、リュウジさんあってリュウジさんになってるのかが、なんか言ってるなんか卵かけの美味しいご飯みたいな、卵かけの美味しいご飯違う、卵かけご飯の美味しいご飯、美味しいやつみたいなって言って、そう、それで、あ、そうそうそう、なんか白身をなんかその割るときに白身だけ先入れて、温かいご飯に白身入れて混ぜて醤油入れて黄身入れるみたいなやったんだけど、え、めっちゃ美味しいそれが。でそれでそれが美味しくて、この間はなんか2日連続でそれを食べました。はい、そのやり方で美味しかった、満足満足。
満足ですね。でもなんか2日連続食べたらなんかちょっとねいいんで、一旦落ち着く。2日連続食べたらね一旦落ち着いたけど、美味しい、満足しちゃった、結構満足、そのやり方使った。リュウジさん、なんかせっかく卵かけを食べるんだったらなんか美味しくしたいなって思って、でも簡単にできるのがいいなみたいな、そのメレンゲを立てるとかちょっと大変だから、そういうのは抜きでなんかないかなって調べたら、そのリュウジさんの作ってきて、満足したから満足した。ちょっと相当美味しい美味しい。納豆もね、あのかけたりもするよ、卵かけ納豆ご飯好きに、何だろう、あの梅干しとかもいい、あーしらすもいいよね、でもしらすだってしらすご飯大好き、しらす醤油ご飯、しらす醤油ご飯って言うのかな、好きだよあれ、なんか子供の頃めっちゃなんか好きだった、しらすの醤油かけてなんか無限にいけるよね、さっぱりやから。そう、なんかそれにあの韓国海苔とかね、美味しい、しかも栄養あるやんね、しらすって、だからいいらしい。うん、美味しいね。そう、この前食べない、わ最高、しらすのさご飯も外でさ食べたことないからさ食べてみたいな、普通にお腹空いてきた、めっちゃ食べたい、しらすポン、わ美味しそう、美味しそうだね、めっちゃ食べたい、食べたいよね、なんかしらすってたまに食べたくなる、うん、あーめんつゆいいね、めんつゆいいね、あ鎌倉行った時食べたよ、でもあれ以来食べてないかも、しらすご飯、みーちゃんありがとう、江ノ島とか行くと、いいな、ちょっとわかる、しらすちょっと怖いよね、なんかわかる、なんか見られてる感見てないかもしれんけど、でわかる、なんか視線を感じるよね、なんか視線が来る、うん、ちょっとご視線、しらすに、しらすさんがこちらを見てるやばすぎる、しらすさんこちらちょっと見てる気がして怖い、わかる、あんなはでも見ない方がいいよね、食べるときは、うん、わかる、目力強いよね、それはわかる、しらすおいしい、うん、そう でも生シラスとかちょっと怖いかも、食べるけどちょっと怖い時ある、うん、なんかあの生のさ、そう透明だからちょっと来るちょっと来るなんかちょっとあの一瞬衝撃走るかも、美味しいんだけど、なんかそのお寿司屋さんとか行っても食べるんだけどちょっと最初が怖いかも、見た目が、生きてるのはね苦手、あの口の中で動くとかちょっと苦手、怖いかも、びっくり、こっちもびっくりしちゃう
鎌倉行ってしいいね、鎌倉のね美味しいよ、めっちゃ。そうだよ、そう、鎌倉行きたい。食べなくて、え、そう、なんかね栄養あるけどね、ちょっと見た目が怖いなっていうところありますね。今日はね、違う、もう終わる。今日はニュースを見るんだよ。最近は見てないからね。今日はゼロを見るんだ、この後。急に。そう、今日はゼロを見るんだ。だからもう終わるんだよ、リサ。天気も見なきゃ。気になるニュースがいっぱいあるからね。見たい。な。感じ？うん？何の宣言？なんか匂わせてないよな、もう。何も匂わせてないですよ。うん。ニュース、え、いっぱいある。めっちゃ気になるのは、ほんとそれはいっぱい。世の中、なんかこんなこともあるんだみたいな。ありますね。報道ステーション見るよ、見る見る、全然。意外、嘘、裏がありそう。え、裏、アイニュース、うん、マッキーのハートありがとう。株価とか、あ、なんかそういうのはね苦手。そう、なんかそういうのはちょっと得意じゃなくて全然わからないんですけど、だからもう、もう終わります。そう、経済系は苦手なんですよ。お金とか苦手です。なんかそのあれとか、なんか円安とか、なんかそういうのが苦、そういうの苦手。普通に社会の出来事は見るかな。だからちょっともうランキングを見ます。そう、いつもりさ、スポーツコーナーからしか参加できてないから、参加してないんだけど、あの見るのがいつもスポーツコーナーから参加しちゃうから、ちょっと今から終わりたいと思います。今から今から参加しますね、りさも。そう、参加したいと思います。みんなも見た方がいいよ、ニュースね。ということで、じゃあランキング読みます。ランキング、ごめん、笑い方ちょっと気持ち悪かった、ごめんなさい、怖い笑い方を失礼いたしました。ではランキング読みます。13位、広島の山ちゃん。12位、七号。11位、二期。10位、タカ。9位、ナッツ。8位、レグルス。7位、タッカニ。6位、お塩こいひろみ。4位、ゆまゆま。3位、ざまいちゃん。2位、かなた。1位、よしきでした。よしき、お誕生日おめでとう。本当にいっぱいおいしいの食べてね、一緒に1年過ごそうね、たくさん笑って。本当失礼しました、今日はなんかおかしくて失礼いたしました。明日はねテレ東音楽祭、ぜひ見てください。うーん、面白い。じゃあ参加、テレビ見ますね。みんなもゼロ見ようね、一緒に。はい、あ、インスタとツイッター X はコメント見ます。楽しく、ありがとうね。明日またお話し会は告知するね。またありがとうございました、皆さん。ではニュースの世界行ってまいります。ありがとうございました。コメント見るね。カフェのやつとかも。ありがとう。またね。バイバーイ。